これでチンコを殴られたら痛いランキング第5位、モーニングスター。鉄球にトゲがついたもの、突くと殴るの相乗効果は痛みの臨界点をドピュッと超えていく。いくら硬さに自信があるものでも、一つによる痛みは未知の領域。ぶたれたチンコを見て人はこう言うでしょう。 It's amazing。 第4位、タンスの角。その瞬間火力は世界最大規模の大噴火、インドネシアタンボラ火山大噴火にも負けません。面ではなく点をつく破壊力は痛いを特急で通り越し、絶望すらも置き去りにし、結果残るのは無そのもの。第3位、ボツリヌス菌シミシミタオル。地球上最強の毒を生成するボツリヌス菌がシミシミになったタオル。殴られた痛みは正直無に等しい。しかしシミシミタオルが本性を表すのはその24時間後。チンコは赤いバランスボールほどに膨れ上がる。そして次の瞬間、海面体の花火は季節を選ばない。第2位、家電粒子砲。厳密に言えば殴るというより当てる。痛みを感じる前に跡形もなくなるので厳密にはレギュレーション違反ですが、仮に家電粒子砲を受けても消滅しない一物があるんだとすれば、その時に感じる痛みは金玉の上で核融合が起こった時と同じぐらいだそうです。第1位、ファーストインパクト。ほぼ必中で意識外による攻撃のため、その破壊力は言わずもがな。意識の外から一方的に殴られるため、一瞬何が起こったのか分からず錯乱状態に陥りそうになるが、痛みによって現実に引き戻されるという。第2位以下は実力が存在しないため、実質永遠の1位といえる。皆様も金的にはご注意を。